ラジオネーム、ヒッキ。園田の地元はエスカレーターに乗って手すりを掃除します。ドクマン記憶。普通ね、あれ待ってがいいね。逆走する乗ってもう一生懸命一箇所一箇所で階段で降りて気づいてるのか気づいてるのか先のこと見せる。本当そう、教えてあげればいいのにな。みんなもなんかね、そう掃除してくれてるって思ってるんだろうね。ありがとうございますこうやってるだけでいいの画期的だろうな、気づいた時。ヒッキヒッキって超新星のすごい送ってくれてて、あの先週 の, あのバスのも声あヒッキなんだ。ヒッキ確かにヒッキっぽかった。ヒッキっぽいね。もう傾向だ。確かに。いやー、先週はね、先週はなんか萌子と、はい、じゃあいなかった。感想させていただきまして、今日はたまちゃんもね。もう本当楽しく撮影しました。もう何事かと思いましたよ。でもね、でもね、たまさんがね、なんか応援したくなっちゃうって言ってた。カノさんはずっと応援してくれてる。いてほしい。もう応援してくれる。自腹でね、チケットを買おうとして。そうだ、カノさん。あの人は先週のを見て変わったとかじゃない。ずっと優しくしてくれてる人。でもなんか俺にも刺さっちゃったって言ってた。本当46歳なのに。いや、そんなことない。嘘すぎ、嘘情報すぎる。そんなことない。たった46歳それにしちゃうわ。大ベテラン。園田対太郎が面白すぎるわな。いや、なんで伸びないの。ほんとあれ面白すぎる。あれ撮るためにカンクールとコラボしてるのかな。だよなぁ。いや、マジで、あのね、あの動画の一番面白いところね、やっぱ、田野さんが手押し相撲の前にスマホ置くとこ。あそこなんで入ってんの。田野さんがケンケンなしっていうとこね。後の複製の見てくださいよ。私たち笑いすぎてる。田野さんのこと知らなくても絶対面白いから。どっちもいけば知らないよ。別にそんな子も言ってないよ。コメント欄にさ、手押し相撲のやつなんかバリアードみたいで。何がだよ。確かに。こうやってない。こうじゃなかったバリアード。バリアードしか覚えないわ。バリアード。守るかと思いきや。違う、バリアード。私さ、あの一個みんなに言いたいことあってね、可愛かったんだけど、あの結婚式、お姉ちゃんの結婚式に行くために福岡帰ってて、それでいなかったんだけど、それで久しぶりに家族とかと会って、そしたらおばあちゃんがスマホをね、あの最近やっと使えるようになったの。もともと持ってたんだけど、なんかやっぱ持ってても使いたいってならなかったんだって、分かんないからもう。でもいっぱいその福岡にいる孫みなみなに教えてもらって、そのやっと使えるようになったの。孫みなみな私以外のね。そしたらその同じ机になったから二人そしたらその萌ちゃんの YouTube 見てるよって言われて、そのスマホも扱えなかったおばあちゃんがさ、YouTube 開いて自ら見れるようになったんだって、結構嬉しくて、え、本当に見た、本当に見れてるって言ったら、うん、ほら見てって言って出したやつが、ショートの石尾ちんちんの回だった。何が届いてんだよ。おばあちゃんがさ、それが面白い。そう、ちゃんと見れてるか定かじゃない。もうそこは、なんならもう見れてない方がいい。ちょっと見やすいからな。そうそう、見やすいから。一番最初に出したのがそれだと思わないから。大きいからね、それね。おばあちゃん、すごい、それまた大丈夫。また違うやつあるから、って言って。やったー、やったー。いつも下ネタだしな。そうだ。そこに届いちゃったので、もういっちゃん大丈夫意識持ってもらわないと。
めっちゃこんなやからでした。のまちゃんはニコニコしてたから多分見てない、見れてないと思う。よかった。そう、もう家族スマホ使わないんだ。でも使わない、使わない。なんかもう怖いものとしてるみたい、スマホが。なんかな、でも楽しかった福岡。いいね。よかった。よかった。楽しい思いをさせていただきました。なんか休みだったしな、俺も。あ、なかったですか？みんな珍しくね。2日は3日ぐらい。まあ家具もあったからあれだけど、4連休ぐらいだったんだよ。いいな。そうか。休ませてもらった分。ね、会ってたね、同級生とね。ああ、そう。ああ、ほんと。大学のね。まあ、聞いて遊んだの。だから知ってるのか。そう、なるほど。なんか珍しいと思って遊びに行ってんの。へえ。だから気づかなかったんだ、休み。なんどうせなんか仕事あんだろうと思ってさ、なんかだらだらずっと仕事なくて。分かる分かる。で夜9時ぐらいになって、あ、じゃあこれちょっとどっか出かけないともったいないなと思って、今家近いから。なるほどね。読んで夜4時ぐらいになった。休みだね。遊んでんな。そこのやっぱ力はあるんだね、はすみさん。体力というか。あるある。いや、そうよ。楽しめる、その休みだからとかじゃなくてさ、もうその友達と飲みに行くのが本当にね、4ヶ月ぶりぐらい。やば。ちょっとさすがに、あ、でも年末っていうか年末行った以来ですよ。純粋に楽しめるのでよかった。だって俺大阪前乗りして後輩に会いに行ったりしてるし、すごすぎ。遊びたいんだよ。よかった。俺だって遊びたいんだから。それならいいなよ。俺もあの松井かけとこね。出た。あ、久しぶりに聞いた。新宿に謎解き MM。 謎解き、いいね。松井かけとの YouTube のユーザー名。私も今 MK じゃないの。園田の地元の切り抜き動画作ってる。作ってる。まだ出してない。パート40ぐらいだから。やば。上がってる。あ、上がってる。上がってる。上がってる。チャットも伸びてないけど。あ、そうだ。教えてほしい。俺が初回の方で、その名前ないんだよ。サムネが原因？かけたのと、サムネがダメなんだよ。スマホで作ってるんだよ。全然見つけない。初回、はすみと二人きりの時とかに、名前出しすぎて、松井かけと、松井かけと言いすぎて、松井かけとか、ちょっと珍しいね、名前としては。確かに。かけと、かけと。多分耳の頃聞いてる人、うん、で松井かけとがついにあの就職して、うん、で後輩が入ってきたりして、どんどん。ついにその松井かけとさん、嘘だよ。嘘だよ。一人だけ嘘。嘘だよ。絶対嘘。かけとやってよ。お前新人なんじゃない。そんなわけないだろ。最初だけだから聞いてたら何回か言ってるから。いや、そうだ、お前友達に騙されてるから。この嘘はいいだろ、別に信じても。いや、だ損しないじゃない。別に損すな、嘘を言おう。嘘は嘘。エピソードを持ってるって、そのかと思われるんだよ。だって俺は持ってないよ。あ、でもトータルで今嘘みたいな話をしてるのはそのかだから。どう信じてる。自分としてはどう思うんですか。いや、めちゃくちゃ嬉しかった。違う、嘘か、まことか、嘘かよ。いや、それは本当だと思って。でもだって嘘つくようなやつじゃないの。そこは知らんけど。確かに、かけとさんね。だって最初の方はチケットでまたチケット予約してたのに、自分でさ、予約で名前入れたり、名前入れてさ、備考欄にさ、園田の地元はとかやってたの。そんなやつ嘘しかつかねえだろ。見てた見てた。全く。もともと演劇部で高校の時、あ、そいつが演劇部で俺は演技したことない。で、大学別でそのところ、うん、で大学入ってハリネズミのパジャマやって、うん、ちょっと松井来てよって言って、うん、松井って呼んでるんかい。名前珍しい場合結構名前で呼ばれるだろ。そうか、うん。まあ、松井って呼んでるんだけど、まあ、呼んじゃってるもんね。松井はもう3年間演劇やってて、俺は大学で初めて演劇呼んだら、松井来てくれて、うん、で、最後感想を聞いたら、うん、いや、ほんとすごい、なんか映像とか使っててマジで新しいことやってんな。嘘つくわけないだろ、こんなやつが。嘘つくやつが知ったかぶるだろ。あ、なるほどね。
ああいう技法使うタイプねみたいなじゃなくて、ってことは何かの勘違いで後輩に知られてると思った。そういうことか。可愛いやつ。ケットさんですよね。ってあそんなわけない。いや、すごい。だってすごすぎるよ、ね、それはだって。すごすぎる。かけたやつがやばすぎる。それぐらい出してたから昔、松井の名前を。まあ、それは言われたのは最近？ここ1年ぐらいの話。おー、そうなんだ。そっか、今年の新入社員というか、今年出会った方がってことなの。ヘビーリスナーってことだよね。そうそう、まあでも久々に会ったからちょっとずつ増えるのかな、そういうエンカウントの。いや、ありますか。大阪で結構声かけてもらったもん ね、まあまあ、私、福岡でめっちゃ声かけられる。すごい地元だからびっくりしちゃった。マジで、すごい。なんか、もうマジでびっくりしたのが、地元の1日早く仕事がなかったから帰れたんだよね、うん、それでその日の夜に地元の高校ですっごい仲良かった3人の子とご飯食べに行って、でもちょっといっぱいいっぱいだったからカウンターしか空いてないってなって、うん、それで私がカウンター角座ってトイレ行って戻ってきたら、もうその間にすっごい満席になってたの、カウンターがみんな、うん、それで、あ、よかったねって言っておしゃべりしてバー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 って喋って、そしたら隣の人がこうレジ行くタイミングで、同級もの中島さんですよねってこの隣の人が言ってくれて、で多分その隣の人、私がトイレに行ってる間に来てる方で、だから多分声をかけるタイミングが最後になってくれたんだと思うんだけど、多分私が座った瞬間に気づいてくれたのか。だけど私もでもその瞬間にさ、何話してかブワーって考えてバー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 あ、そうですって感じ。気になるわ。バー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 って喋ってたんだもんね。そう、でもボールバーで喋ってたの。ほらほらー、レナちゃんも喋る。ほらちゃんと説明したことはないから。ハイボールバーも絶対ありえるよ、だから本当に。それもそうだし、もともといじられてるのは、俺の友達が吉永をハイボールバーに行けた事件があって、あすみさんもそうだったし、やっぱカウンターとかね、あ、まあそうだね、結構もう顔がもう見えるし、話も聞けるから、ちゃんと話すこと考えないとなと思っちゃった。俺もだからあれで、その同級生飲みに行くと2回目だったんだけど、その1回目行った時に カウンターで2人飲んでて、うんうん、ここにマスターがいて、うん、でカウンターがあってここにテーブルが1個だけあったの、うん、でこのテーブルで飲んだのね、うん、でマスターがね、このお酒をさ、こう渡しに行かなきゃいけないじゃん、うん、それがめんどくせえから、ここの人にちょっと中継をお願い、お酒を渡してちょっとあそこに置いてって、もうこの人が常連だから、うん、つってこの渡した人が渡して俺見て、あっってなって、うん、もう全部あの、まあ、昨日ヤシを見たんですよって。ちょっとピンポイントすぎるね。わーってなって。そうだね。そうで、土曜日よくここで飲んでるんでって言ってたから、ちょっとまた行ってみようかなと思って行ったら、これだもん。へ、やっぱ簡単に一緒に飲んだけど、顔合わせるもんね、うん、そうね、無意識に。だからやっぱ その人曰くよ、その人曰く、その小林健太郎がこの引退して、うん、そのあの界隈が落ち込んでた矢先に俺が現れた。もうその人曰くで、ね、にじみ出てた。俺そのタイミングで出てきてる。界隈救ったんだ。嬉しい界隈だった。確かに、まあ、時期的に言えば、まあ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 確かに。生まれ変わりじゃん、じゃん。やめなさい、ちょっと。びっくり。いなくなって、もうね、漫画家さんになっちゃって、すっかりね。でも今度やるんだよ。やるよ。え、あれ、そうね。そうよ。回廊。回廊をやるんだよね、あれをね。うん。やるんだよ。出ないけどね、本人は。あー、そうだけど、まあ、やるか。やばった。ライバルじゃん、じゃん。あ、お、いやいや、師匠だから。いつで仕入れしたの。それもそれか。そうだよ、ね、ちょっと全然分かんない話していい。分かんない。どうなるか分かんない話。どうなる、うん、今日さっきね、うん、
今日ちょっとあったかいじゃん、うんうんうん、そんな寒くないでしょ、うん、今日で、はい、あったかい桜咲き始めてたのかな、はい、で今多分春休みだよね、うん、そうですね高校生いろんな人が、うん、そうかさっき渋谷駅から外出てここ向かってる最中に前からその男子高校生、ま、顔で分かったんだけど、うん、あの男子高校生が2人ともパーカーを着て別々のパーカーだけ着て上着を着ずにパーカーだけ着て前から歩いて来て渋谷ですっごい楽しそうにでスタバの、うん、あれは何だろうフラペチーノなのか分かんない、うん、かなんかを2人で同じやつを飲みながら歩いてきてのを見て、うん、ちょ爆笑したのか俺なんでだすれ違ってから、うん、俺なんで今笑ったんだろうと思って、うんうん、その春の高校生すぎないって思ったのよ。で多分だけど、うん、渋谷あんま来たことなさそうな子だったの。春休みに、うんうんうん、なんか大学生になるから、うん、服でも買うかって。で朝起きたら思いのほかあったかかったから各々がその一軍のパーカーを着て渋谷まで来てでもいろんな店入どの店入ったらいいか分かんないからとりあえず都心のそのなんかマークになってるそのスタバに入ってフラペチーノを頼んだはいいけどパーカー1枚で外でフラペチーノ飲むにしては少し寒いなって顔しながら見てた。それの情報が全部一気に詰まった2人が前から歩いてきたからすっごい笑っちゃったんだけど笑う吹きかけじゃねえんだよ , 笑うじゃねえあなたは笑いますかいや笑わない俺は本当、うん、いやバカにしてないよ本当に微笑ましい微笑ましいいいなっていうその、うんうん、なんか泣きそうになっちゃうかも。本当の高校生ってこれだけどなって思った。そのポカリの CM とか、あーそういうんじゃなくて、うん、本当の高校生みたいな感じして。あれでポカリの CM やってくれよ。じゃあ それで。そう、うんうんうんってなっちゃう。そうなんかその嘘偽りない一番いる高校生を見れた気がして。うん春休みの過ごし方高校生の。わかんない。いやでもそんな高校時代過ごしてないな。あら。部活？そういうこと。部活もだし、私電車通学だったから、うんうん、一人で電車ですぐ帰ってたから。友達になる。電車。駅前。やっぱりさ、ごめんなさいが言えないから。友達があんまりいなかったんじゃない。ああ。でも私が。同じこと。言えてればそう、ごめんなさい言えてたらパカ来てみんなスタバじゃなかったよなかったなかったなえマカしかなかったマカでもいいけど同じじゃないドトールとかドトールもなかったマックしかなかったドトールだこの人何もないそう、阿波踊り空港にだってスタバがあるから阿波踊り空港阿波踊り空港ねえやあるよ阿波踊り空港なんて佐藤ここの空みたいな地名じゃない一個だけある空港が徳島阿波踊り空港でそこにだけスタバがある阿波踊り空港から出る飛行どこに行けるどこに行けるどこでも行けるわふざけんなフラメンコ空港変な名前はどこにしかないスペインフラメンコ空港フラメンコ空港どこだ一部が超熱いよね一通で行けるの安いからフラメンコ空港マジで誰もダサいと思ってないごめんってそんなバカにされるそう阿波踊りでいろいろやろうとしてんのよ徳島は阿波踊りっていう鳥とかをね作ったりともしてるし阿波踊りキャラクターってジョナサンで食えるやつ
いや、そうなんだ。なんか、なんでビーハスのスペが漢字3文字のね。そうかな。自撮りでも、そう、自撮り自撮り。でも、その阿波踊りっていう鳥がなんかあんまりその信用できないっていうか。気づいてるやん、ちょっと。なんか、その美味しい鳥を作ろうとして、阿波踊りってつけてる。なんかその黒毛和牛はうん、まい牛がいて、うん、これうめえな黒毛和牛にしようだけど、配合してないやん。そうじゃないのかな。名前が先かとか、阿波踊りを作ろうとしてなんか阿波踊りってつけてる。全部そうじゃないの。ブランド牛とかってもう、どっちが先なんだろう。黒毛和牛はでもそうかも、わかんないけど、うん、まい牛がいたんじゃないないんすか、あれは。まあまあ、でもうまい牛がいて、うまい牛がいて、その土地の名前をつけたとか。確かに黒毛和牛を作りたいから始まった。今そんな話してないんだよ。掛け合わせたらどうかの話だから。黒毛和牛がその、そもそも黒毛和牛として存在したのかっていう話。あ、まあその意味は一緒になっちゃうから、掛け合わせ。人間の手を加えずにっていうことも。ああ、そういう。黒毛和牛ぐらいはそうかもしれないけど。うん、そう。で、あと大体やってるよね。なんかまあ企業努力というかね。まあ、そうなのか。その阿波踊りだけがそんな人工的なものあげてないか。美味しい美味しい阿波踊り。思ったよりも人間ってそう愚かなんだ。掛け合わせて、まあそうだよ。たくさん美味しい鳥はあるやろうけんね、そのね。これからちょっと大変かもしれないね。でも地域の地方の空港はね、宮崎とかもブーゲンビリア空港なんで。ああ、確かに。つくよ。ついてるとか。カタカナ系なんだ。空港ってそんないっぱいあるの。え？その自分の世界しか知らない。セントレアみたいな。いろんな県にある。あるあるある。だって福岡空港あるか。うん、どこにあると思ってんの？確かに。全然成田でしょ？成田ある。成田空港、羽田空港、うんうん、まあ、大阪空港ある、ね、ある、ね、福岡空港、阿波踊り空港。あれ北海道に。ある北海道どうやって行くのって飛行機で行くから、うん、じゃああるね、あるでしょ、うん、ってことは、ってことは全県にあるの、え全県にはない、うん、でもそんな北海道にあるってことは北海道の、うん、こっからここにしか行けてない。青森空港から青森空港ちょっとしたいですね。ちょっと、ハスピーはもっとでかくやる。あ、どこだ、どこだ、日本線、沖縄。よく地図でね、省略されるとこれ指さす。え、今言ってたのはカタカナの宮崎ブーゲンビリア。ブーゲンビリア、お花の名前ってもんだ、宮崎。そう、へえ。やっぱそこの出したいものつけるんだね、じゃ。まあそうね、そか、努力もっとあるよ、別にもっとあるね、うん、絶対あるよ、手で数えれる。ナッシーがいたのは、ナッシーがいたのは、アローラナッシーがいたのは、あ、ナッシー、あ、なんかポケモンとあれなんでしたっけ、地方が手組んで、ポケモン貸し出しみたいなのしてるんでしたっけ、公園の遊具になったりしてるやつ。それはね、ラッキーかな、ラッキー。あー、そっか、うん、もう一回言って、どれ。それに興味を示したんだ。空港。ナッシー。ナッシー、うん、空港、え、ナッシーがいる空港。あ、ナッシーがいる空港。ポケモンの話できないあ、ナッシーか。あ、ナッシーってポケモンのね。そう。あ、なるほどね。がいる空港。あ、なんかで見た、なんかのテレビで見たことある。なんかで見た。なんか怖いな。一貫したところで終わらないの。自分も反省してないから。ごめんが言えるようになった。3回言い過ぎか。でもさ、金沢行ってこれ帰り空港行ったらそこにもあるな。ああ、能登だったかな。ありそうな、もっともっと。もっとめっちゃあるよ、うん。そうね、どことどこがつながってるかがちょっとあれだ。え、北海道で2つぐらいある。千歳、新千歳。あ、ありそうありそうありそう。え、那覇は沖縄と。じゃあ那覇空港は空港。全然飛行機乗ったことないから分かんない。国内線で全然乗ったことない。ピーチしか乗ったことない。
ピーチ。ああ、成田と福岡ってなってる。立ってる椅子。そんなことないよ。立ってなるらしい。あれは愛知の方ね。名古屋の。ありそう。そう名古屋区。ある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 。あるわ。聞いたことあ、名古屋港水族館行った時に。空見上げたらすごく大きい飛行機が飛んでたから近くにあるよ。写真で記憶するね。天才じゃん。離陸着陸どっちかね。あ、松山空港もあるわ。急に思い出した。どこそれ。あれ愛媛県。あ、なんで急に愛媛県。おばあちゃん違う。行ったことある県か。行ったことあるならじゃあ分かるじゃん。愛媛にあるってことはいろいろあるなって思わないの。ほら、確かに私が必要なとこにだけ空港が作られているんだって思ってるから、ね、自分がいるとこが首都だと思ってる、ね、自分がいるとこが首都だ。私にアナザースカイなんてありますか。国の中心どこ行けばいいのじゃん。国の世界で。誕生日に実家に帰ってさ、あのパーティーしてたの。おめたい、おめたい。で、うちの下がおばあちゃんちだから、こう地下が。だって、何て言ったらわかんない。おばあちゃんのおでこで。モールス信号で。違う。誕生日におめでとう。万歳、万歳。まあその、よくご飯をね、食べに行くよ、みんなで。おばあちゃん家の方に。そうそうそう。で俺もそのタイミングで帰るみたいな。よくは潜り飯。地下じゃないんだ。地下じゃないんだよ。潜り飯。半地下。半地下じゃない。一階。一階で食ってもみんな、うん、誕生日ね、パーティーやってくれるっていうか。一階が雀荘なんだっけ。雀荘に住んでないよ、そんなの。そういうとこ。でまあ、パーティーしてくれて、うん、で結構お酒も飲むからうちはさみんなでバーッと飲んでて、そうだそう、そのだけはね俺のね前の席がうちのお父さん、うん、前の席がって言い方する。そんな大事なの。6人ぐらい。じゃんたくどう。じゃんたくない遠い目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 お父さん姉母じゃない。しないよ。イカサマはしないよ。そこだけ。だから酒飲んでたら結構酔っ払うからさ、みんな、うん、うちのお父さんがその結婚はするのかみたいな。おお。でこれね語り出した。結婚っていうのはさ結局自分が決めるもんだから。そうだな。まだ何も喋ってない。周りのその意見を別気にするなよと。お前がしたいときにすればいいし、別にしなくてもいいんだかな、結婚だな。じゃあ今お前がしてるの何なんですか。周りの意見じゃないか。結婚について結構教わって。教わった。教わった。ありがたいなって思った。要素この分けのみたいなシステム。お父さん誰の言うことも聞くんですね。お父さんも俺の言うこと聞いてくれてた。結婚の意見。君だけの話。よく出るわ。歌ってんじゃん。歌ってんじゃん。お父さんにさんの結婚について喋った後に、うん、ちょっとお酒を取ってくるわって。うん、でっかいウイスキーでちょっとハイボール作ってくる、うんうん。キッチンまで。酒取ってくるわって、もうフラフラって狭いからさ、みんなで座ってるから、うん、でちょうどおばあちゃんの後ろがキッチンなんで、おばあちゃんおばあちゃんを乗り越えた瞬間に、おっとえおばあちゃん、ここにね、仏壇があるえ仏壇に、おっと、バーンおばあちゃんが、おばあちゃんのキャー初めて面白くて笑ってた。危ないって。みんなめっちゃ心配してる。危ないって。俺がめちゃくちゃ笑ってた。うわぁ、おもろすぎ。面白い。本当にちょっと何も壊れてないから。
大ボール作りたい。ジジイがやばい。早く寝ろよ。で戻ってきて、また俺に結婚の話続けて、で一杯飲み終わって、今度また取りに行ったら、反対の衣装棚にバーンって、これ大丈夫、大丈夫、両側ぶっ壊して、もう、鉄筋、鉄筋、イエス、おばあちゃん、鉄筋、降りれないね。え、どっちのおばあちゃんなの？ああ、母方のおばあちゃん。ダメすぎる。もうだから一緒に住んでっからほぼ、うん、そうだよね、リラックスしまくりなのよ、うんうん、まあなんかそれはいいけど、うん、おばあちゃんのキャオっていうことはその母方のお父さんの、あ、そうか、仏壇ってこと、あ、そうそうそう、おじいちゃん、母方のおじいちゃんの仏壇ってことでしょ、母方のおじいちゃん、母方のおじいちゃん、おばあちゃんの旦那さん、おばあちゃんの旦那さん、あ、違う違う、その上だから、ひいおじいちゃんおばあちゃん、あ、うん、え、おじいちゃん生きてんの、おじいちゃん生きてる、おじいちゃん生きてる、生きた、今の話、今の話だけど、おじいちゃん生きてる、でもお母さんとお姉ちゃんしか分かんない、ね、黙ってたから、その時え、今まで一回もお前おじいちゃんの話したことないしたことないね、思いないんだただ優しいだけ怖いの、ちょっと古いユージュアルソフトに生理小説がよくあるね、語り口から出てこない一人だけいてそいつが最後手袋外していないか言ってなかったから呪術トリック勝手におじいちゃん殺してるミステリーだ絶対メモ帳にメモってくる、俺が何言ってるよって言うと、うん、おじい、ちょっとメモるからもう一回言ってくれ、見てんのか、見てんの、深夜だね、でも深夜なのは分かったよ、自分も OK なの分かってるけど、一応持ってくる、忘れないよ、うん、取りに行きなさい、ソナさんから、お酒、お酒、ソナさんから、ソナさんから危ないじゃん、お父さん、あ、確かに、確かに確かに、だから俺は鈍ってんだよ、その感覚が、うちのお姉ちゃんはもう分かりきってるから、実家済みだから、ああ、そう、だからめちゃくちゃ酒のことはやってくれるんだけど、うん、その瞬間だけは見逃してた、全員あいつを動かして動き出した、気づいた時に気づいた時にはもうそんな仏壇でいいけどさ、そのおばあちゃんとかに激突しておばあちゃん死んじゃうから、大事故起こるってマジで、確かないんだよ、おばあちゃんもさ、そのハイボールのウイスキーの瓶でこうぶん殴っちゃったらさ、お前は笑うだろ笑わないでよ、笑うよ無理だよ、笑う決まってるでしょ、そうだ、おばあちゃんがさ、うん、そのだいぶ前だけど帰って普通にこうただ喋った時にさ、最近私寝れないのよみたいな、おばあちゃんね、かわいそう、なんでって聞いたら、死ぬのが怖くて、死んだ後ってどういうところに行くんだろうみたいな、うん、あんまおばあちゃんこれが考えないな、小学生が考えないなって思ったら、なんかそこでめちゃくちゃ今まで何考えたのおばあちゃんってこういうこと考えんだからすげえ笑っちゃって、おばあちゃんと眠れないんだ、うちのおばあちゃん死ぬの怖くて寝れないんだって思ったら、本当にいや怖いやつじゃない、そのおばあちゃんが本当にこの年になっちゃって、だからもうなんか本当になってきたの、それがなんて事実として、第二波が来たってこと、そう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 、もう、ああ死が間近に、確かに、うん、なんでおばあちゃん側で喋ってるの、悪者みたいな、おばあちゃんの気分、なんかおばあちゃんってもうさ、ぽっくり生きてるみたいな、あー、そう、それしか聞いたことないよ、そうそうそう、いや、怖くて、めちゃくちゃ面白いのに、なんか邪魔だったいや、すげえ面白い話だったね、なんかでも、ほんとこういう親戚いるよね、ちっちゃい、ほんとそうね、父がやっぱ間近に近づいて親戚しないと冷めるんだよ、テーブルがいるわ、こういうおじさん、おじさん、せめておばさんお母さんもさ、うん、人盛り上がりした後にさ、ほんと2人産んでよかったって
今本当に幸せに思っていい話だけどね。でも恥ずいよな。いやすごいわそれ言うの。めちゃくちゃすごい。めっちゃいい家族だね。いやめっちゃいい家族に水を差す。本当に良かったな。嫌だったよそれ。俺が嫌なの。恥ずかし、ちょっと恥ずかしくはなる、それはね、言われたら。まあね、一緒かもしれない。毎回言うから、それを。もういいよってなる。一回だけならいいけどね。うんうん、毎回言うんだ。園田のトーンはオンエア見るの？いや、見ない。だって。見ないのかよ。見ない。この前だって、帰ったら。クソジジイ。この前帰ったら、その開口一番、その時点で酒飲んでたの。うわ、ダウンタウンデラックスで滑った翔太だって言ってきたから。いやいや、そうやってだからその、俺が来たらどうせ滑るだろって言ってんだよ。クソ人生。いや、絶対言ってるよ。いやいや、やばいですよ、やばいよ。なんでいつかわしかそれ言ったやろ。絶対言ってない。その気づきならまだ傷が浅い。出したくねえ。やりたくねえ。お姉ちゃんにもそんな感じ。お姉ちゃんにもそんな感じ。おあ、うん、まあ、でもどうだろうな。そうさんにだけ。でもどうだろう、あのみんなわかんないけど、全然お尻とか触ってる。え？愛情。向こうが。お父さんが。お父さんがソナさんのお尻を触る。ソナさんのお姉ちゃんの、ソナさんの姉ちゃんのお尻を触ってるの。うん、え？やばいやばい。言わない方がいいぞ。え？やばいやばい。俺もお母さんって伝わらない。え？お尻？みんながお姉ちゃんのお尻を触ってるの？なんかソナさんは体の距離の話。ああ、ソナさんはお母さんのお尻を叩くし。ああ。そうだ、父はお姉ちゃんのお尻を触るんだよ。触るっていうか、ポンぐらいってこと？で、その触り方が可愛いな、お前はみたいな。うん、撫でてるじゃん。確かにさ、あ、でもチューしようとしたりする。うん、あ、確かに愛情、愛情。ここは？ん？ここ何それ、何それ、やってる、どうした、どうした難しい、何それ。え、だってお父さんがお姉ちゃんのお尻を触るんでしょ、うん、今、おね、これお父さんがお姉ちゃんのお尻を触ってるの、これ。あ、そう、ごめん、うん、それで？で、なんだっけ、おばあちゃん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 の手伝いが触るのか。そのメンタルがあるなら、お姉ちゃんが若いから触られてることになるんだよ。ああ、おばあちゃんのお尻も触ってあげておかしいって話。なるほど。あ、お父さんか。そうだよ。あ、それはないな。でも、やばくはないと思うけどね。娘が可愛い、そこの空気はね、もうそれしか知らないし。娘が可愛い。昔どうだったの？小学、まあだからもうちょいちっちゃい。小学生の、まあ、低学年ぐらい。可愛いとはあるでしょ。それはあるんじゃない？それがずっとうちは続いてる。今の年。なるほどね。まあ平時だから。まあ、そう。そこ見てもないし。仲いいエピソードにならないと思う。じゃあその話し出しが変なんです。お尻とか触る人は全然。気持ち悪いと思って言ってるやつも、ね、話し出しが変なの。コミュニケーションが取れてるからいいんじゃないの。いいんじゃない。思ったよりみんなが引いたからさ、別にスキンシップだよの方にさ、こう自分で転換してさ、俺らだけその気持ち悪がる方にさ残すのやめてくんない。あんまりゴール見えたこの話の。私は1年ぶりに本当お尻つく。1年ぶりすごい負けないです、めげないです。ただものじゃないから。お尻ってそうで、そこがちょっと気になったもんね。お尻ってもんね。お尻ってもんね。お尻ってもんね。お尻探偵。お尻探偵。おもろいやっちゃあれは。おもろいやつだと思ってんだ。不思議。ごめんって。ごめんって。謝りゃいいってこと。難しい、難しいな。こんなに万能だよね。てな感じで。しっかり。終わっちゃった。すごくそろそろ言ったしじゃん。今日はネタ合わせがあるんで、うん、先週の話できなかった。え、あ、先週の話したかった。じゃあそれしてもらおう。
うん、私が、うん、あの頑張れ靴が、うん、すごい見ましたよ。見て見た、はい、見た全部見ました。見たはいたし、そりゃ全然ないまあその YouTube に上がってるし、ここでやっぱラジオであのね言おうと思って、うんうんうん、あの本当あのあんなめっちゃ泣いてたな私と思って、うんうんうん、みんながめっちゃあたふたしてて、うん、ごめんねごめんねまた泣いて、うん、また泣くかもしれないけど何だからだから誰だからあの感じだったけど、そうだからでもそうだからあの分かっその、うん、そうでもそうあの時はちょっとねすごく情緒だったね。情緒だったね。情緒だった。情緒だった。情緒だったね。うん、そうそうそう。だからもう頭がなんか何をパニックになってたから泣いてたからね。ちょっと、うんうんうん、だからそう。でもその、うん、分かってたの。分かっそのだからその抽象的なので。だからあのだからちょっと待ってね。うん、だからあの。本当に時間もうすぐ終わるから絶対に40分って言ってたの自転車の稽古はあるだからその本当にそのだから、うん、本当蓮見さんにもなんか言わせたくないこといっぱい言わせて悪いなと思ったし、うん、最悪だったし、うん、そのあのあと、うん、あの、すみさん、あの、本当、でも、ハスマナで喋ってくれてたのは嬉しかったから、うん、その、内容ね、だから、私は、その、本当、ハス、あの、それは嬉しかった。ハスマナで自分の名前を出すのは嬉しかった。それはね、分かってる、その、でも、うん、私は多分、うんきっと、うん、あの分かったの私蓮見さんのことが好きすぎたんだって思った、うんうん、だから、うん、あの、うん、ラジオを聞いたら、うん、あの思ったより心が、うん、あの深く傷ついていて、うん、ラジオでこの頑張れ忽那で泣いちゃってた、うんだからなんか勝手にタイトルを頑張れ忽那にしてますけどサムネに書いてあっただけで9を頑張れ忽那勝手に口ばかりしてますけど頑張り頑張れ忽那って9億ですけど曲げないです、まあ、9億ですけどあのその時間見たまた時間見ただから、うん、本当時間見てる時間を時間見てるえ？まだ大丈夫？ちょっとまだ大丈夫？ほいで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 だから、うん、本当あのでも、うん、分かったのその私分かったの私分かったのそのでもこれからはその、うん、心をだからもう大丈夫だからもう分かそのだから分かったあの動画を、うん、これからはまだ見て大丈夫なんちゃだからあの動画を見て寝かしとこつかれてあの動画を見て、うん、まだあの笑うのもそうでもちょっと自分でもあすごいなんか何人も喋ってるいっぱい3人ぐらいで喋ってるいろんな靴のが分かってきたんだねそう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 あのおー伝わったあの形が分かんない見てまあまあ早くしゃべらせよそう止めるのもあれなんだよ、ね、理解じゃなくて気が済めばじゃあセリフの確認とかもあるだからおのおのまでやりたいこといやいいおのだからその自分でも笑っちゃったところあるし見ててそう、うん、でも今はそのあのだからその一緒にだからあのこれからは、うん動画を見て、うん、その笑う時は今はまだちょっとあ
って泣いちゃうこともあの動画見てね泣いちゃうこともあるかもしれないからけど、まあ、あの何年後とかにあの動画を見て早く笑える日をね来ればねいいなって思ったりそのあとだからみんな本当にこれからもうその本当に頑張っていこうねっていうね話なんだけどさ伝えたかったそうだから本当にいやーどうだこれ本当なのに動くんだよかっためっちゃ待ってやってきたか、ね、待ってよ、うん、待ってちょっとお酒取ってちょっと待って握手しとくお前が仏壇でも蹴り飛ばしてる握手しとくみんな握手しとくじゃあ後でやりましょう9億シート初めて早送りした全く同じこと思った初めて今だって何も言ってなかったよ言葉になるもんねまだまだ、うん、終わり終わっていいですか終わるか OK 終わる OK 終わる OK ねやっとこっちなしバイバーイ最後どうぞここまで頑張れ頑張って待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 ってもう一回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 まだ、今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